どうも、こんばんにちは、イスゲーです。はい、今回もね、メダロット9の方を実況プレイしていきたいと思います。はい、ということで、前回はですね、洞窟じゃないや、地下に行って、なんか強そうななんかロボット、メダロット、なんていうかな、触手みたいな生えたやつと戦って倒して、サルメダルの、メダルゲットして、で、なんか探検部に無理やり入らされまして、それからなんか女の子に私のパートナーを探してちょうだいって言われたところです。はい、で部長さんと今一緒に探そうってことで、とりあえず探検部に行くことになっております。はい、もう適当な前回のあらすじですいませんまあ早速行きたいと思います。はい、まあ外だね。よし、今回もね、パパッと行こう、パパッと。で、毎回ですね、27分とか28分とか行っちゃうんですけど、25分でね、締まりがつかない毎回難しいね。僕は将来、映画監督になるのが夢なのさ。当然所属は映画部さ。夏になったら海をテーマに一本撮るのさ。今ヒロイン選びの真っ最中なのさ。そうなのさ。さてと、探検部早速行きたいと思います。お待たせしました。って、あれ？何してるんですか？ちょっとね、パーツボックスの整理をね、これからは君も使うんだし。と、その前に、スマホ登録が必要なんだった。仲間データアプリで探検部に登録して。これで部員のプロフィールが見られるね。あんまり大したこと書いてないけどね。ついでにネットワークアプリも入れといた。これからはネットで通信ロボトルもできちゃうよ。おお、そうですかよ。まあこんなもんかな。はい、オッケーと。というわけで、これがパーツボックスね。パーツを部員同士で共有する機能がある。部活動で使うパーツはこの中に入れておいて、ロボトルする直前に転送してみんなで利用するんだ。入手したパーツはこの中に自動で転送されるから、箱の中で何かする必要はないよ。それと、あと、はい、お小遣い。そんなくれんの？福沢さん、部費だよ。新入部員の準備費用。いいんですか？もちろんですよ。君ももう立派な探検部の一員だからね。さあ、その一枚を握りしめて、校舎の中にある、こ、に行くといい。と言っても、アクティビティレベルの低い打ちは買えるものも少ないと思うけどね。そうそう、パーツ転送といえば、トランスパーツは使ってる？トランスパーツですか？ロボトル中のメダロットにパーツを転送する機能さ。最新の公式ルールで採用されたやつ。転送できるのはロボトル中に一度、リーダーだけ。あらかじめ設定した X パーツに限るけどね。へえ、わかった。大丈夫大丈夫。今はピンとこなくても、使ってるうちになんとなくわかるようになるからさ。じゃあちょっと練習してみようか。ついてきて。ニューメンバー、篠崎国菊。パートナー3号。探検部部長、国菊が仲間になった。だってロボットできそうなメダロットは、セッティングのアイコンを選ぼう。はい、
X パーツっていうのができるのかな。セッティング画面に X パーツの選択タブが追加されました。あ、こういうことか。この画面で X パーツを設定することができます。これで X パーツが設定されました。X ボタンを押してセッティング完了。よくわかんない。ロボットレディ。さあ、 X パーツの交換の仕方とかかな。さあ、二人でボコボコにしちゃおう。ははは、私がリーダーを務めよう。リーダーのメダルとは2つの特典がある。1つ目はメダルのリーダー効果。これはメダルの特殊能力で味方や相手チーム全体に強力な効果が発揮される。2つ目はトランスパーツ。ロボトル中に1回だけ X パーツを転送してパーツを換装することができる。そんなことできるんだ。でも破壊されちゃった後のパーツには使えないし、リーダーだけ使えるってことは相手にリーダーを教えるってことだ。それは使いどころが難しいですね。ここぞという時を見極めてパーツ転送ボタンを選択だ。君ならできる。アクションセレクト。じゃあ早速パーツアクションセレクト。何これ。あ、ラオス系なんだね。ターゲットセレクト。チャージリペア。ロボトルファイト。なんだろうそれ。トランスパーツ転送。おお、かっこいい、かっこいい、かっこいいよ。アクションセレクト。さあ、リフレッシュ。はい、キー。あ、ガトリングか。オッケー、決まった。ガトリングが一番ね、威力が高いみたいですね。ロボトルウィン。イエーイ、勝った。こんなもんだね。さて行こうか。なんだっけ、聞き込み調査。それそれ。メダロット誘拐犯を探すんだよね。アイドル部の女の子が怪しいんだっけ。さあ行こう。さあ行きましょうか、部長さん。僕のことなら気にしないで大丈夫だよ。ちゃんと君についていくからさ。むしろ先に立ってほしいんですが、部長なんですし。謙虚だな、ははは。でも遠慮しないで、どんどん決めちゃってよ。じゃあ先行きますよ、部長さん。アイドル部行きましょう、早速。さあ、聞き込み調査ね。もう探偵になりましたからね、探検部が。さあ、誰だ。お前が犯人だ。さあ、君たち悪いんだけど、彼女投資で練習中なら邪魔しないであげてくれる。ラウル、この子だっけ。あれ、君前にもここに来なかった。私の気のせいかな。え、葵、うちの部員よ。今そこで踊ってるのが、踊ってる子がそうだよ。期待の新人だよ。トップ、君たち悪いんだけど、彼女投資で、あ、その子に言ってたの。こっちうむ、なんだか動きが重い気がする。ひょっとして太ったかも。どれどれ、じゃん、 45.65kg、 全然増えてないよ。ほ、よかった、昨日食べ過ぎたからやばって。ちょ、何よあんた、いつからいたの。あっち行って、男子は外。こっちかな。何か用ですか。うちはここ男子禁制なんですけど。はーい、そこまで。超踊ってる。
お疲れ青いフローラ。今日はいまいち切れないね。らしくないけどどうしたの？きっと昨日よく眠れなくて、それで眠不足のせいだと思います。すいません。そうだったらいいけどさ、気分悪いならちゃんと言うんだよ。はい、ありがとうございます部長。さあ聞き込み調査だ。君が犯人か。あら、こんにちは。君葵さんだよね。はい、そうですけど。ちょっと聞きたいことがあってさ、いいかな。なんでしょうか。ラピスって知ってる？ラピス？あ、ごめんなさい、ラピスでしたね。はい、もちろん知ってます。ミオのパートナーですよね。彼女がどうしたんですか？実はね、行方不明になっちゃったんだ。そうなんですか？ミオくん、ラピスと仲良しでしょ？ものすごく心配していてね。昨日から一睡もしてないし、食事も喉を通らないみたいで、このままだと倒れてしまうんじゃないかと心配でね。わかりました。もし何か分かったらすぐにお知らせします。頼むよ。それとあと失礼します。言っちゃった。実に分かりやすい反応だね。あ、何か隠し持ってるな、あの子。追いかけろ。どこ行ったかな。多分まあ外だとは思うけど。さあさあさあ、追い詰めるぞ。彼女はどこに。俺さ、ここを買った時周りが多すぎちゃった。分かった分かった。もう前も言ってたねそれ。あ、なにこれ、うま。あ、こっちじゃないね、間違えた。絶対ここじゃない。こう見えてもセンターフォワードさ、運動神経にはちょっと自信あるよ。ロボットにもね。そろそろ休憩終わりか。どうするかな。あ、先生、最近どうも生徒たちのやる気を感じられん。やはりロボットの制限したもんだ。いやいや、それは学院の理念に反するな。しかし、あけぼの先生の声やるとね、喉が痛くなるんですよ。すごくね、喉が枯れちゃうんですね。どいて。どこ行ったかな。あ、武道場。ここ、やっぱこっちかな。焼きそばパンでもあげて話聞いてくれるかな。君じゃないよね。どこ行っちゃった？こっちか？葵さん。葵さんどこ？女子寮の手前とか。葵？知ってる。一緒のクラスだもん。さっきすれ違ったばっかだよ。寮に戻ってきたとこじゃないかな。寮？女子寮だけど。あるんだ女子寮。当たり前でしょ。行きます、女子寮突入。女子寮これか。部長、俺初めて見たんですよ、女子寮なんて。そうかい。そもそも寮なんてまるっきり縁なかったですから、ここ来るまで。マジで女子寮なんて。堪能した？はい。よし、では行こうか。入っていいの女子寮。行こう。普通は入れないけどね、女子寮。あ、やばい。あ、
男の子入ってきちゃダメです。やはー、ロボトル、ロボトルレディ、男の子入ってきちゃダメです。さあ部長さん、行きますね。リーダーは俺。リーダーはどう考えてもこの方だと思います。さあ行くぜ。光でガード。リンクさん、アクトリンク、リンクさん、失敗しました。ミスかね。さあ狙い撃つぜ。ドーン。あ、ハローカ行く。お、やりで。エクサ行動早いな。さあ行くよ。ああ全然回避しねえ。こんなもんか。右腕で行くよ。実際なかなか強いね。よいしょ。さあリフレッシュ。ヘブリペア。さあ行くよね。ハロー行く。さあ2回撃つ。わあなかなか強いね。チャージ。あやっぱ避ける。大丈夫、4枚避ける。あーいって。まあまあ、ハロー、ハローが、ね、ハローさん行ってればいいね。あー、いいよ。あー、出ていくぜ。やばいね、左腕ガード。いかんぜよ。まあ、ハローだね。もう一度、ビータ行くぜ。はい。ハロー、行く。あ、ロボットしていこう。さあ、終わりだ。結構手強いね。部長さんにも戦ってほしいな。ぜひ、ナイスペイペイ。うん、バッター。よし、決まった。いける、いける、いける。あ、次が取れなかった。あ、早いマチム。あ、出た。あ、右でガード。あ、いけよ。レーダーフォース息を払おう。あつ、あつなしか。アショテクト、ターゲットセレクト。ディフェンスパーツセレクト。回避。回避成功。回避。帰った、長かったよ。さあ行こうか。
潜入。どう？話し声が聞こえます。なんて？小さくてよく。小さくても一人じゃないってことだね。まあ通話の可能性もあるけど。どうします？そうだね、下手に考える時間を与えると面倒だから、入っちゃおう。あー、ちょ、いやあ、急にごめん。怪しいものじゃないので安心して。ところでそこの君、ミオくんの相棒でしょ。君がいなくなってミオくんとても心配していたよ。昨日から一睡もしてないし、食事も喉を通らないみたいで、このままだと倒れてしまうんじゃないかと僕は心配で心配で。あ、逃げた。飛んだぞ。やるな、あいつ。止める間もなかったね。さて、彼女がこの部屋にいたわけを教えてくれるかな。話せません。どうしても？はい、約束ですか。どうしても知りたければ本人に聞いてください。本人か、分かったよ。行こうか、イスゲ君。追っかけろ。あ、待ってください。はい。ここに入っていったの。え、ここ青いの部屋じゃない？本当に？そうじゃないってば、きっとまだ中にいるはずよ。どうする？まずは寮母さんに連絡を。先に確かめた方が。今ここから出るのはやめた方がいいと思います。捕まったらどうなるんですか？さあ、前例は聞いたことがないですけど、あなたたちが初めてのケースじゃないですか。最悪、病院経由、退学コースもありえるね。ははは。笑い事じゃないです。入ったばかりで退学なんて。なあ、そんなの嫌です。困りますよ。なあなあ、どうしたんだい、ハロマーツー君。なんかわちゃわちゃしてるけど、そっち行かずに、こっから出たいんだろう。あれ声が部長さんになってる。だったら、さっきのあいつみたく、こっからかっこよく飛び降りようぜ。まあ、止めない高さじゃないよね、多分。どうしたんだい、すげえ。怖いのか。怖くなんてないけど。じゃあ問題ないな。とう。ちょーい。おお、じゃあ僕らも頑張って続こうか。サンゴちゃんは大丈夫？私は平気よ。行きましょう。とう。退学はやだけど、その前に。うるさくっちゃってごめんね、葵さん。廊下の女子たちにはその心配しないで。あなたたちのことは話しませんから。それより彼女のことよろしくお願いします。それからあとミオのこと、なんでもないです。言ってください。せーの、ドーン。グッキー。あって、無事？なんとか。うん、それじゃあ彼女が向かったのはこの先だね。追ってみようか。待て待てー。おー、逃げやがってあいつ。どっち？こっち？こっちっぽいね。あ、いた。なんでしょうか、あれは。ずいぶん寂れた建物ですね。当時使われていた施設らしいね。当時？そう、今は学校の倉庫みたいになってる。まあ、めったに人も来ないし、のらめだろっとが入り込んでたりするね。のらめだろっと。
この方たちもノラなの？止まれ。うん、あ、俺がいいと言うまで動くな。大事な部品が転がっていたのでな。もう動いてもいいぞ。すまんな。いえ、ん？やあどうも、龍馬くん。久しぶり。あんたか。こんなところで何してるの？パーツのメンテナンスか。これ、メダチェンジ機体だよね。潜水タイプかな。ああ。潜水タイプ？そのメダチェンジ機体ってことは、変形すれば最大で強大エンジン並みの推進力が出るんですよね。すごいや。詳しいな。調整がうまくいけばの話だから。そういや、テストがどうとか言ってたね。故障でもしてんのかい。こんなところだ。ようやく人揃い集まったらいいが、状態のばらつきがひどくてな。実践データを取りながらチューニングを続けているというわけだ。ここは邪魔が入らなくていい。めったにはだがな。調子はどうなの？そりゃ当人に聞いてみないとな。どうだ銀星。あ、調子わかんねえぞ。そんなのもうちょっと遊ばしてくんねえかな。だそうだ。メダチェンジいいね。よし行こう。また長くなりそう。開いた。来ないで。待って、君ラピスでしょ？俺イスゲ、君のクラスメイト。ミオに頼まれて君を探してたんだ。待て、逃げるな。ミオはなんて？え、だから探してくれって。私がいなくなった理由、ミオはなんて言ってたの？確か誰かに連れ去られたんじゃないかって言ってたけど。待ってって、逃げんな。ま、待ってよ、逃げないで。来ないで。どうしてさ、ミオあんなに心配してるのに戻りたくない理由があるの？だったら聞かせてくれないかな。ミオ分かってないの。な、何を？だから分かってほしいの。それまで私なあ。やあ、落ちた。落ちたな。床が脆くなったんだね。何しろ古い建物だからね。おい、返事がない。暗くてよく分かんないね。サンゴちゃん、お願い。任せて。ダイブ。ターゲット110、120、30、変動なし、60秒、続ける？いいよ、ありがとう。ないね。無事でしょうか？わからない。けど早くなんとかしなくちゃ。下、水ですよね。すごい音。なんかないですかね、こう都合よくボートとか。ボートか、ここ倉庫だからね。案外あるかもよ。ちょっとあたりを探してみよう。ボートなんてあんの？これこれボート。おおやった一式ゲット。ボートね、これ。あ、あったん？これは、あ、ゴムボートだ。あるもんだね。やった、早速空気入れましょう。説明書は、と、できた、疲れた。でもこれでようやく先に進めますよ。さあ、運びましょう。なんです、部長、まさかまた俺一人で運べって。オールが見当たらないね。え、あの流れだよ。ただ浮かぶだけじゃ僕らまで遭難しちゃうよ。まあでもどうやって？ハロ君は違うね。サンゴちゃんはパワータイプじゃないし。
なんです？水に強いパワータイプのメダロットがいれば心強いと思うんだよね。あ、そういう、いたね。龍馬さんでしたっけ。先輩、またお前らか。今度は何のようだ。あの、確かこのメダルと潜水タイプにメダチェンジできるんですよね。まあな、水の上でもスイスイ進めちゃうんですよね。チューニングが終わればな。そのチューニングはどのくらいかかるの。そろそろ終わるのかな。むちゃ言うな。あれからどんだけ経ったと思ってるんだ。あと何が足りないんですか。そうだな、いや実はもう大方終わってはいるんだ。あとはテストして結果に納得できれば。そうか、お前たち頼むという手もあるか。俺とハロウィンなんでしょう。実践テストが必要なんだ。お前とうちの相棒は相性が良さそうだ。きっといい戦いができるから、ロボットの相手を頼めない。それは俺やる。助かる。準備ができた。俺に知らせてくれ。さあセーブしましょう。オッケー、では早速勝負していきたいと思います。この学院のロボットで使用税の合図は Y だ。準備ができた俺に Y ボタンで話しかけてくれ。よし、いくぞ。あ、さあということで先輩と勝負していきたいと思います。いくぞ。2対1でいいのかな。さあでは私がリーダーをさせてもらいましょう。いいのかな、全力で倒しちゃって。アクションセレクト。さあ行きますね。デュエルスパーセレクト。頭硬いねこの人。アクションセレクト。デュエルスパーセレクト。頭だけを狙う。無駄な戦いはしねえ。ディフェンスパーセレクト。左腕ガード。いった。さあ狙い撃つぜ。ドン。え。こっちも狙い撃つぜ。ドン。え。待って、あと何だっけ。うそ。ヒャル。失敗しました。アクションテイク。さあここしっかり狙っていこう。ね、狙うんじゃなくてしっかり当てていこう。さあ次こそ当ててくれよ。ドン。ナイス。さあテイク。オッケー。ディフェンスパーセレクト。回避。さあ半分の確率避けれる。あー痛い。そんなにダメージはでかくなかった。さあリーダーテイク。やった。アクションテイク。さあハロー狙い撃つ。アクションテイク。さあ回避。自分を回避しましょう。サンゴちゃん。ディフェンスパーセレクト。左腕で行きましょう。ミズヒット。オッケー、ミズヒット。さあ撃つ。ドン。いいね、マジかよ。回復。アクションテイク。さあもう一度回復していきたいと思います。ハロー回復。さあさあさあ、ガードしようかな。オッケー、3。アクションセレクト。さあ、3。さあ、頭パスでいきたいと思います。ターゲットセレクト。ハロー回復。で、ある。よいしょー。回避成功。当たんない。アクションセレクト。ターゲットセレクト。全然当たんないんですが。させる。アクションセレクト。狙い撃ちがむしゃらってことは、よし、ガトリング撃ってこう。アクションセレクト。よいしょー。オッケー、当たった。久しぶりに当たったよ。さあどんどん撃っていくぜ。はい、成功。ディフェンスパーセレクト。さあガード。ミズヒット。
所ベッド。どんどん攻撃していきますわ。当たれ。オッケー。かねえの。圧勝ベッド。圧勝ベッド。ターゲットベッド。行くタイプ。さあ、てと狙い撃ち。オッケー、100ベッドいった。これも破壊。これでスピードに差がつくね。当たらなければどうということはない。ない。待ったね。アクションテイク、ターゲットテイク。さあ、再生していこう。ケア。アクションテイク、ターゲットテイク。もうちょっとケアある。あ、いや、ライフ。なるか。ライフルやればよかったね。アクションテイク。さあ、ハロー、どんどん打っていこうぜ。アクションテイク。ディフェンスパーテイク。ガード。シャン。さあ、先輩さんよ。これでも食らえ。よし、どんどん打っていけ。アクションテイク。ナイス、射撃。いいね。狙い撃ちガムシャラを向こう。アクションテイク。そうかそうか。じゃあ普通に打っていきますわ。さあ、先輩追い詰められたな。頭しか残ってないぞ。交差した方がいいんじゃない。バスター。決まった。リーダー機能停止。強いな。しかしテストとしては悪くない結果だ。ほぼ期待通りに動けたと思う。それじゃあ調整は終わったんですか。ロボットに関してはな。あとは地形テストだ。川か海にでも連れて行かんとな。しかし遠出するには時間がな。まあ明日だな。その地形テストだけどね、龍馬くん。なんだ。わざわざ川になんて行かなくても、このすぐ先にうってつけの場所があるんだけどね。何？今から一緒に行ってみない？わかった、行こう。ありがとうございます。あー、龍馬さん。ありがとう。ニューメンバー菊水龍馬、パートナー銀星。龍馬が仲間になった。やったー。ちょっと整理しよう。今回はね、助けるところまで行ってみたいかなと思います。さあさあさあ、パパパッと。ちょっとね、時間がかかりすぎちゃったね。ここだよ。こんな場所があったのか。できたてほやほや、あはは。どう？彼の能力ならこの先進めそう。そのはずだが。おう、オイルなら大丈夫だぜ。任せろ。メダチェンジ！レディー！おう、チャキンチャキン！まあ、まあかっこよくない。かっこいいな。見つけ、俺も変形したいぞ。ハロのパスだと残念ながらメダチェンジ無理だよ。メダチェンジできるメダルって決まってるからね。そうなのか。ま、メダチェンジを使えるようにメダロッチを設定しといたからさ。メダチェンジ機体が手に入ったら使ってみようぜな。うん。あ、すいません部長、これならなんとかなりそうですよね。うんうん、君ならボートも軽々引っ張れそうだ。では早速。待て、なんだそのボート。あれ、まだ行ってなかったっけ。僕らこの先に進めなくて困ってたんだよ。実はさっきクラスメイトのメダロットがここから落ちちゃったんです。助けに来たけど、オールなしのボートでこの急流に飛び込む勇気がなくて。そういうことか。分かった、連れて行ってやろう。だが安全保障できんぞ。ま、その時はその時でさ、きっとなんとかなると思うよ。相変わらずの適当さだな。まあいい。
うわ川だね。ほい、到着と。問題ない。絶好調だぜ。いやー、さすがだね。それにしても。地上とは随分雰囲気が違いますね。そうだね。当時の研究施設かな。当時、さっきそう言ってましたよね。あ、君知らないのか。この島にはかつてメダリア鉱山があったんだ。メダリア鉱山？その鉱山の跡地に建てられたのがこの学院ってわけさ。当時は島中に大掛かりな施設があったらしいけど、そのほとんどが跡形なく壊されてしまっている。ここみたいに原型が残っているとこはほとんどないんだ。地下だしな。忘れられて潰し損ねたのかもしれない。忘れられた研究室か。ワクワクするね。ひょっとしたら大発見があるかもしれないぞ。あ、ちょ待ってくださいよ、もう。はい、ということで今回はちょっと長くなりすぎましてまあいろいろカットしていこうと思いますが、はい、今回ここで終わりたいと思います。はい、ではまたご会いしましょう。 See you again! バイバイ。